今日は、11月の29日、今、10時ですね。瑞泉寺に参りました。瑞泉寺の、入り口を入って、この原園といいますか、花壇にですね、参りました。これは皇帝ダリアというお話で、皇帝ダリア、結構大きいね、これね。光が当たったら美しいんだろうけど、今ちょっと日陰になっちゃってるね。皇帝ダリア。あそこの黄色に。なんだろうね、真っ黄色だな。瑞泉寺の紅葉は、今、寺内さんに聞いたんですが、もみじは、古いもみじが多いと。そしてまた、何本ですかと聞いたんですが、一応、数十本ということですね。あそこにある、あそこにももみじあるね。で、一応は全くないという話です。ここにあんなどうばりだろうね。それで楓はもうすでに薪になって、散ったということですね。でも、これから紅葉はまだまだ来月中旬ぐらいまでが一応ピークで、見どころは来月中旬ぐらいがあると。また飛行機だ。本当に鎌倉はもういつも撮影中に、静かなお寺を撮影中に空からは爆音が止むことがないですね。やっぱり、この、日本を取り巻く環境は非常に厳しいものになってるんでしょうね。それはいつも感じますね。あそこにも思いじゃんね。そして光がね、差すと一層鮮やかに生えてまいりますね。これもやっぱ紅葉だね。これもやっぱ紅葉でしょ。もう風もいいじゃん。お庭入ってんですね。ここも進化すると非常に難しいね、庭園になってますね。ここはね、これでも場合だと思うけど、言えばあまりね、難しいと思うんだな。これも飲み地だろう。そしてここが一番、瑞泉寺の入り口のビューポイントですね。美しいポイントですね。もう朝から相当見えてますね。すごい美しいからね。この階段が古い階段と、それからこちらの方が新しいのと2つできてますよね。ここが一番美しいでしょ。これはビューポイントです。この周囲の山々の紅葉というのは、ここからはあんま白くね、見えないから。この山の上が若干紅葉してますね。